へようこそ。今日はね、高配当株と株の買い時売り時っていうのをね、お送りします。高配当銘柄ですね。これは安定配当高配当銘柄ってことで、エネルギー関連ってことでね、電源開発、各電力各社や電力卸をして、石炭火力と水力がね、あれだということで、いうことです。それから東京解除、損保で首位ってことで、まあ首位、株が上がるときって、バブルのときもそうだったんですけど、首位のね、どの業界も首位を買うっていうのはね、一つの買い方なんですけども、東京解除、ね。から、日本タバコ、これはですね、海外のタバコいっぱい持ってるんでね、タバコはね、まあいろいろ食うなとか吸うなとか言ってますけど、海外含めると相当売れてますしね、高配当でいいんじゃないですかね。それから線香、これはやっぱり物流がね、これから大変なんで、まあ大口に薬、朝日化成とか積水化学とかね、そういうところやってるんで線香。それから九州旅客、これは九州にね、新幹線ができたり、あるいは観光列車が人気だったり、だんだん車の運ぶ人が少なくなるとね、こう鉄道ってのは案外これ見直されるんじゃないかってことで、九州旅客。それから日ハムですね。これはもうハム総帥ではナンバーワンなんで、日ハム米久って言うんですかね。それから沖縄セルラ、これは KDDI と沖縄経済界の共同出資でね、これは県内シェア首位ってことで、これも首位ってことでね。それから日本電信電話、これも最大手ですね、通信ね、携帯光回線甲子屋ということでね。それからあと三菱系の製粉会社の日東富士製粉、ケンタッキーフライドチキン、ここなんですよね。それから10番目が KDDI。まあこれはもう言うこともないですよね。最近アハモが入りましたけど、アハモが通じないところで au が通じましたしね、楽天の裏に au がいますしね、結構 au ってのは面白いと思いますよね。ケーブルテレビもね、この KDDI が仕切ってますしね、これはもう面白いと思います。で、あと毎月のように配当をゲットする銘柄としては、この1489の NF 日経平均高配当50指数連動上場投資というのはね、配当が14710と、グローバル XSP500 配当貴族 ETF というのは1月3月5月7月から11月と配当が入ります。から ICR 米国リート ETF は2月、5月、8月、11月と、配当が入ります。だから VYM ってのもね、どっちかというと SP500 の、やつですかね。この4つはね、おすすめですね。で、買うならですね、証券口座、GMO クリック証券でね、これも100万円までコストゼロという、高機能のね、ツールがあると。分析投資情報が無料であると。から、充実の情報、市況ニュース無料提供ということでね。で、これ、ここから入っていただくとね、いいと思うんで、ぜひ。それから、株を買うというのはタイミングということでね、これは、まず、30年チャートをまず見て、次に10年チャート、それから3年チャート、次に半年チャートを見ると。から、日本の株はですね、買い時は年2回。それ以外やめた方がいい。2月、ね、ボトムで5月、4月、5月ピーク。だから4月、5月に買っちゃダメってことですね。だから10月、ボトムで年末ピークと。12月に売るのが正解と。これもう長年の経験ですよね。それから2月13日、だから2月13日、この買い時の2月に、2月13日NISA の日があり、10月4日に証券投資の日があるっていうのは、こういう経験から来てるんで、普段の時にね、上がってるから買っていくと痛い目に遭うんで、これは絶対2月と10月はね、ぜひ守ってもらったらいいと思います。
から米国の場合はですね、税の還付が2月から5月では金余りが40兆円なんですね。だからこれなんでね、2月から5月まで上がって資金になくなる5月に、セールインメイって言われてるんですよね。だからこの時に、セールインメイで下がったら買い、から積み立てにせずでもドル平均法なんでいいよと。から目がドルマークの時はダメ、つまり上がると買いたくなって下がると売りたくなるって、これ逆でね、上がると売りたくなり下がると買いたくなるって言わなきゃいけないんですけど、でもそう簡単じゃないんでね。だから、ね、年2回2月の底と10月の底で買いましょうと、こういう、そうすれば大きく間違わないし、しこってもまた戻ってくるということで。でこれ重要なんですけど、上げは100日ですけど下げは3日なんで、欲張らず早めに売れと、尻尾がくれてやるというのが、あのこれは、私も証券会社にね、日興にいましたけども、そういうね、当時からやっぱりそういうこと言われてましたね。はい、ということで、内容が良ければいいね、そしてチャンネル登録していただきますと、またね、こういうの作っていきますんで、あ、これね、いいね、チャンネル登録、それからベルマーク押さないと、次がいきませんので、ぜひお願いいたします。よろしくどうぞ。